皆さんこんにちは、パクです。今日は毛玉取れたのレビューをしたいと思います。ただいま夫が箱を開けてマニュアルと本体を出しているところです。よくダイソーで売ってる毛玉取りとか電池式だと思うんですけど、これだと電源がついてて、電源入れながら、なんだろうな、電池を気にせずに使うことができます。早速やってみたいと思います。ヘッドはいろいろ交換できるんですけど、今回は普通のパーカーなので普通のサイズのヘッドでやってみます。最初ちょっと毛玉がうまく取れないんですけど、この時にちょっとヘッドがずれてて、それでちょっとうまくいかない感じです。でおかしいなと思ってヘッドをちゃんとセットしたら、なんか綺麗に取れ始めました。いいと思う。やば。だいぶ毛玉がきれいに取れてきました。そしてこの作業がずっと続きます。使ってみた感想は、本体がそんなに重くなくて軽めで、持った時の心地がすごいいいです。なんか持ちやすいっていうのは100均の毛玉取りとちょっと違うかもしれません。そして今回は使ってないんですけど、あと2つついてるヘッドは、1個はなんかおしゃれな服用で、もう1個がなんだっけ、もう一個は絨毯とかカーペットの毛玉を取る場合に使うヘッドです。これでずっと放置してたパーカーの毛玉を取ることができました。それでは、毛玉取れたプロのレビューは以上です。ありがとうございます。